本日も、堀口秀俊スペシャル緊急短縮版の時間が、やってきてしまいました。今回は、堀口系 YouTuber が受けている、スクリプト爆撃の犯人は、一体誰なのかについて、真剣に考えていきたいと思います。ひまそらあかね様のポストから引用します。なんてやろなぁ。ちなみに、スクリプト爆撃を受けて、広告収入が激減しているのは、堀口秀俊くんに関する動画だけです。もろもろチンチン、これは事実です。ただまあ、現状だと犯人は不明です。特定の誰かだと決めつけたりするのは、絶対にやめましょうねー。さて、ここで少し、気になる情報を振り返っていきましょう。少し前に、共産党と強いつながりがある二刀夢野さんが、YouTube チャンネルを始めたことが、話題になりました。コラボ公式チャンネルのことです。しかし、WBPC の炎上ブーストが落ち着いてから、なぜか YouTube チャンネルを開始したため、大して伸びないという、悲しいことになってしまいました。その時、再生数は大して伸びていないのに、コラボ公式チャンネルでは、高評価が1000とか2000とか、異常な数字が積まれていました。一部では、コラボ公式チャンネルの低評価数があまりにも多いから、コラボが業者を雇って、高評価を積んでいるのではないか、とする、心ない意見もありました。しかし、さすがにそれは考えにくいと思います。さすがのコラボでも、そんなクソしょうもないことに、お金を払ったりしないでしょう。そしてネット上では、時事系へのスクリプト攻撃との、つながりを指摘する意見もありました。要は、以下のような仮説です。コラボ公式チャンネルに、スクリプトを売っていた愉快犯が、今度は堀口系 YouTuber に対して、スクリプトを売っているのではないか。愉快犯だとすれば、コラボや堀口くんを、支持しているわけではなく、ただ単に場をかき乱したいだけ、ということになるのでしょう。確かに、この主張を見かけたとき、それもそうかな、と一瞬思いました。しかし、コラボ公式チャンネルの、古い動画を見てみると、妙な点が見つかりました。こちらが、スクリプトで高評価が水増しされた、コラボ公式チャンネルの動画です。古いものから3本の、高評価と低評価です。再生数が数万に対して、高評価が7000から8000ぐらいあります。これは非常に高い水準です。というか明らかにおかしいです。コラボのチャンネルなのに、高評価が低評価を上回るわけないだろ。いい加減にしろ。皆様は、この画像を見て、何か違和感に気づきませんでしたか？気づいた人は、ボロン検定1級です。そう、高評価が消えていないのです。堀口系が受けている、高評価連打スクリプトは、一瞬だけ高評価が増えますが、AI に不正だと判断され、すぐに高評価が無効化されます。一方で、コラボ公式チャンネルの場合、きちんと高評価が残っています。AI に不正だと判断されない速度で、高評価が積まれているのでしょう。つまり、コラボ公式チャンネルに打たれたスクリプトと、堀口系に打たれたスクリプトは、全くの別物である可能性が、極めて高いです。私は、別の犯人がやっているのではないか、と思いました。皆様が思っている人物ではなく、案外、カルピスの誰かかもしれませんし、あるいはスクリプト自体を、犯人が組んでいるのではなく、外注しているという可能性も考えています。ちなみに、スクリプトによる高評価の水増しがなくなった、コラボ公式チャンネルの姿が、こちら。画面右側に映っているのが、4本目の動画です。1から3本目の動画は、高評価が、7000から8000あったのですが、4本目の動画から、急に高評価が、98まで激減しています。なんと4本目の動画から、高評価の数が、約100分の1にまで激減しています。何やこれ一体、頭おかしなるで、スクリプトがなければ、所詮はこんなものなのでしょう。ちなみに、5本目の動画からは、高評価と低評価が見えない設定になりました。聞いててササパンダ、堀口くんの周辺では、スクリプトが襲来したり、メールボムが来たりと、不穏な出来事がよく発生するようです。時事系へのスクリプト爆撃も、堀口くんに強い恨みを持つ人物が、やっている可能性が高いです。東方は、このような行為を直ちにやめるように強く求めます。最後までご視聴ありがとうございました。